A.C. グリーンジュニアはアメリカ合衆国オレゴン州ポートランド出身の元バスケットボール選手。ファーストネームの AC は略称ではなくこれが本名である。NBA でプレイし1192試合連続出場の記録保持者である。1987年、1988年、2000年の NBA チャンピオン、ロサンゼルスレイカーズのメンバー。 身長206センチ。ポジションはフォワード。愛称はアイアンマン。1985年にオレゴン州立大学を卒業。同年にロサンゼルスレーカーズに一巡目23位で指名された。新人のシーズンに全82試合に出場。翌シーズンは3試合に欠場したものの、それ以降は引退するまで欠場することはなかった。マジック・ジョンソン、ジェームズ・ウォージー。 カリーム・アブドゥル・ジャバーと共にプレーショータイムと呼ばれた、レイカーズの NBA ファイナルに連覇に貢献した。1989年から1991年にも NBA ファイナルに出場している。1993から94シーズン開始に先立ち、フェニックス・サンズに移籍。1996年のシーズン途中で、ジェイソン・キットが絡んだ大型トレードで、 ダラス・マーベリックスに放出された関係で、このシーズンは規定の試合数より一つ、多い83試合に出場。1999年には、フルスのレイカーズに戻り、そのシーズンのレイカーズの優勝に貢献した。翌シーズンは、レイカーズ時代の恩師パットライリー率いる、マイアミヒートでプレー。2001から02シーズンは、レイカーズ時代のチームメイトのバイロン・スコットが、 ヘッドコーチを務めていたニュージャージーネッツでのプレーを望んでいたものの、結局は実現せず引退を決意。16年間の選手生活に幕を閉じた。生涯通算得点は12,331、リバウンドは9,473、平均得点は9.6、平均リバウンドは7.4、生涯通算出場試合数は1,278試合だった。 全試合に出場したシーズンは14あり、これは、ジョン・ストックトンと並び NBA 歴代1位。2年目の1986から87シーズンで出場しなかった3試合は、怪我や病気によるものではなく、パット・ライリーヘッドコーチの判断によるものだった。熱心なクリスチャンとしても知られ、結婚するまでバージンを公言していたのは有名。自ら純血運動団体。 A.C. グリーンファンデーションを設立。現役から引退までバージンを貫き、2002年4月20日、39歳で結婚した。現在はアリゾナ州で教会の牧師を務めている。ありがとうございます。